皆さんこんにちは。こんにちは。タイマブッシュクラフトです、はい。今回はですね、前回に引き続き三浦の長浜で撮影しております。今日はですね、あと料理ということで、新澤先生にちょっと作っていただこうかなと思っております。あとですね、これ、はい、スカナゴストで購入したフレッシュバジルです。新鮮ですよね。いい匂い、ここまでに匂い。そこを利用してですね、簡単な料理をできればと思います。はい、じゃあ、始めましょう。はい。そしたらオリーブオイルを垂らして、はい、入ってる、ね、どのぐらいですか？タラタラっと、はい、はい、進んで、はい、じゃあ焼けるまでしばしばこっちを、はい、はい、平和なやつだったねえそうですね、あ、いいですね。いただきましょうか。いただきます。いただきます。あ、いい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 。うまいですか？うん。うまい。フレッシュバジルが美味しいですね。バジル美味しいですよ。どうでしたか？美味しかったです。簡単でおしゃれですね。ですよね、うん、バーベキューやってるコンロの上にこういうのも作ってピッて置いとくだけでも子供さんも喜ぶかと思います。子供も食べれますよね。はい、みんな好きだ。はい、では今日の動画はここまでです。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。